ピースナウでやった時もいろんな写真とかそういうのをばらまいてました。そして全世界でどんなにあいつらが悪いもんかというキャンペーンがやられた。しかしその写真はかなり偽造だったり、今回の偽造というつもりはありませんけれども、そういうことがいっぱいやられる中でアメリカのアラブ攻撃がやられてきた。そういうのを考えると今回のだって本当にどうなってるかわからないと思うんですね。ちゃんと議論の検証もやられてない。ところが安倍さんはとにかく全世界に先駆けてこれを支持してしまったわけですね。私はだからこれは本当に日本の市民として何とかしなきゃいけないって、そういう気持ちが非常にありました。ただいろいろ声があるんですね。ツイッターとかフェイスブックの中でやっぱり市民の中にもいろんな声があります。こうした行動に立ち上がるのに対して様々な意見があります。例えば反米の政治的な意図のために利用するようなことは良くない、をしてない人にわざわざそう言うなって思うんですけど、そう書くんですね。だからあたかも今こうやって立ち上がっている人たちはそういう政治的な意図、反米や反安倍のために利用してはいけないというふうに言うんです。それからトランプよりもアサドがもっとたくさん人を殺している、これも全くその通りなんですよね。本当に大変な殺戮をやってきたわけですから、しかしそのトランプだけを攻撃してはいけない、そういう意見があるんですね。いろんなことを言うことで結局立ち上がろうとしている人たちに結果として市民運動の一部からは足を引っ張るような動きがある。私は評論家インテリジェンチャーの一部にもこういう人がいるのすごい悲しいんですね。特に中東やアフリカの情勢非常に詳しいという人たちが実はああでもないこうでもない、そう簡単ではなくても元はすごく難しいんだ、一概にそういうことは言えないんだということをずっと並べ立てて、戦争はいけない、武力で平和は作れないって、そういう信念で立ち上がろうとする人たちに水かけるんですね。もっと難しいんだよ、事態はもっといっぱい考えなきゃいけないことがあるんだよっていう問題を神秘化してしまうんですね。私はこれはすごい良くない。やっぱり市民運動で本当に大事なのは武力で平和を作らないというのは本当に禁言鉄則であって、これに基づいてどんな時でもどんな人に対しても抗議をし行動をしていくということがすごく大事なことで、それがシリアやアラブの人たちに連帯していく上ですごく大事なことなんじゃないかと思うんですね。今確かにカルビンソンがこっちに向かっている、あるいはドナルド・レーガンも来るというような、この北東アジアは非常に緊張してきています。これに対してもいろんな意見があるんですね。ご存知だと思いますね。ああ言ってるけど絶対そんなことないよ、まだ米軍は日本から引き上げてないからそんなアメリカ戦争する気にならないとか、今日出てるのは韓国や日本政府の了解なしにアメリカが動くわけはないとか、いろいろ並べ立てればそうかなとは思うんですけれども、ここまでカルビンソンが来て、そしてトランプが脅しをする中で東アジアの緊張がすっごく高まっているのは事実じゃないですか。この時に市民が声を上げなかったら本当にどういう突発的な戦争が起きるかもわからない。トランプが本当に北朝鮮を今叩こうとしてるかしてないかなんて私もわかりませんよ。そんなのあの人の頭の中ぐちゃぐちゃですから、いつでもどうなるかわからない。それをあだこうだ議論してたら始まらない。そうじゃなくて今東アジアで朝鮮半島で戦争を起こしちゃいけないっていう声を日本の民衆が上げること、そしてこれを一度一番に安倍さんが支持をして、そしてあらゆる形態での対応を了解していくっていうわけでしょ。核兵器も含めてなんですよ。日本の首相が公然と朝鮮半島で事実上核兵器を使ってもいいというようなことを認めている中で、私たちは本当黙ってちゃいけないと思うんですね。ですからまあいろいろ大人に迷うこともあります。わからないこともいっぱいあります。市民ですからそんなに詳しいわけではない。でもやっぱり一番大事なのは再度言いますけども、武力で平和は作れない、こういうことで大きな行動を起こして国会議員の皆さんと連携しながら、やっぱり安倍さんに対して堂々と文句言う、安倍さんに政治利用してるんじゃないかなんて言われても臆することなく安倍政権に対して批判をしていくのが私たちの日本の市民の責任だと思います。いろいろ余計なことをあんまり普段こういうことを言わないんですけど、ちょっと最近いろいろツイッターとかフェイスブック見ててちょっと腹を立ててる面があって、
ますます行動 したいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。赤田健さんでした。同じく、許すな憲法改悪市民連絡会の石山直子さんの方からもどうぞお願いいたします。どうも皆さんこんにちは、石山直子です。今高田さんの話を聞いて、そんな安倍政権 その打倒の利用するなんてことを言ってる人がいるのかってことを今初めて知って本当にびっくりしました。私の立脚点っていうのはイラク戦争なんですね。中学校1年生の時にイラク戦争が起きるかもしれないという時に、イラクの子供たちを殺さないでと自分で手作りで作ったプラカードに友達の寄せ書きを書いてもらって、集会に行ったりアメリカ大使館前に座り込んだりしたのが私の運動を始めるきっかけだったんです。でこれに子供たちを殺さないでということのそういう気持ちに廉価を利用するとかやっぱそういうことは全くなく、本当に純粋な気持ちでこう武力行使は絶対いけないんだという思いで立ち上がりました。今このシリア の爆撃の報道を見て、私は本当真っ先その時の気持ちを本当に思い起こしました。子供たちが真っ先に死ぬ、これがやっぱ戦争なんです。戦争で犠牲になるのはやっぱり弱い者たちなんですよね。そういったことで私もイラク戦争を反対運動している時にだんだんといろいろ、じゃあアソじゃないや、フセインの政権が何をしたか知ってるのか、クルド人虐殺してるのはいいのかとか言われたりするんですね。その虐殺は良くないですけれども、だからって武力行使していいのかっていうのは絶対良くないと思います。私はその今回 のシリア攻撃のことに対しても化学兵器が使われたと言われていますけれども、イラク戦争の時も大量破壊兵器があったと言ってやっていましたけれども、実際なかったじゃないですか。だけれどもたくさん殺された子どもや女性やお年寄りはもう戻ってこないんですよね。そういうことを今遠い国で行われようとしている。今私たちはこの間の運動で例えば原発ですとか戦争法でしたり秘密保護法だったり国内のことの問題やっぱり頑張っていますけれども、やっぱり私たちの運動というものは国外のそういったものに直結しているんだと私は強く思います。戦争法もそうですよね。こういうことに対して自分日本が、支持をするということは、これはもう支持をすること自体が私は憲法違反だと思っているんですけれども、そういう運動、遠い国のことだから私と関係ないんではなくて、私たちのこういった運動とこの今のシリアの攻撃っていうのはつながっていることで、一緒に武力で平和は作れないという声を上げていかなきゃいけないんだよということを広めていかなければならないなと思いました。そしてこのイラク戦争でが原因で IS テロ、やっぱりそういったものが増えてきたのも確かだと思っています。戦争、貧困、差別、こういったところからテロが生まれてくる。それに対してまた戦争で、抑えようとしたって、絶対にまたこの憎しみからまたテロが生まれてしまう。このテロとかそういった戦いをするとか言うんでしたら、やっぱりこの憲法9条のようなこの平和憲法を世界に広めることが一番の私は、平和解決だと思いますし、テロ対策だと、思います。そして私この前、先月の3月20日イラク戦争の開戦日ですね、この日にちょっと広島の救助の会の方にお招きいただいて広島に行ってきました。14年前の3月20日イラク戦争が開戦した日に、広島の平和公園に行って、安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませぬからって書いてある日の日を見まして、心がとっても痛みました。安らかに眠れるのかと、この状況で、この安らかに眠ってください、過ちは繰り返しません、この過ちは繰り返しませんということを、私たちは本当に今こそ実践していかなければならない。被爆国として実践していかなければならない。平和憲法を持つ日本として実践していかなければならないと、私は強く強く思いました。で今こそですね、この高田さんも言っていましたけれども、武力で平和は作れない、これを、本当に広めていかなければならない。そのためにも私今の運動も、そしてこれからも世界に向けてどんどん発信と行動を続けていきたいと思います。頑張りましょう。石山さん、ありがとうございます。高田さんと石山さんからもいろんなキーワードをいただいたと思います。武力で平和は作れない、過ちは繰り返せません、
このキーワードをですね、胸に秘めながら、これから宗教者の方たちのお話を聞きたいと思います。その前に、はい、ありがとうございました。お二人の気を持ってお届けしたいと思います。どうぞこれからもデータよろしくお願いいたします。ありがとうございます。仏教者の方からですがですね、はい、じゃあまずは後ほどいらっしゃるかもしれません、キリスト者の方から、何名かご発言をいただきたいと思います。キリスト者平和ネット、平和を実現するキリスト者ネットから鈴木玲子さん、お願いできますか。平和を実現するキリスト者ネットの鈴木玲子です。今このいただいた、私元英語教師なんでこういうのパッと見ちゃう癖があるんですけど、国境なき医師団が発表したシリアで明らかに化学兵器が使われているとサリンを含むものだと、でそこでは76人の人が殺されて、そのうちの25人が子供で16人が女性だというふうに書いてあります。岸山さんがさっき自分の立脚点とおっしゃったんですけど、私はこういうものを見るとやっぱり自分の立脚点になっている思い出を語らずにはいられません。私は6歳の時に東京大空襲で本当に自分と家族がみんな死ぬという決心をした。奇跡的に本当に紙一重で生き延びたんですけれども、その思い出というのがずっとこうちょっと風邪をひいたりして熱を出すと悪夢でよみがえる、そういう経験をしました。今日お話ししたいのはそうじゃなくて、その時私たちは本郷の教会にいたんですけど、その3年前まで亀戸の教会の牧師を私の父がしてた。でその亀戸の教会というのは東京大空襲で全部焼けました。教会堂が焼けただけじゃなくて、一軒だけ小岩にいた教会員は助かったけど、あと兵隊に行っていた一人と、それから学校で動員されていた中学生一人が残っただけで、全部焼け死んだんです。私の小さい時の周りにいた人が全部焼け死んだ。特に私はこういうものを見ると思い出すのが、レイジちゃんという私と同じ年の男の子の子でです。私がレイ子でその子がレイジちゃんだから、その子のお母さんはよくレイ子ちゃんとレイジちゃんおやつあげますよみたいに言って、2人を抱っこして おやつをくれたりした。そのちょっと甘えっ子でちょっといたずらっ子なレイジちゃんが東京空襲の時猛火に巻かれる中でどうやって逃げ惑い、どうやって焼け死んだんだろう、こういう数字を見るとレイジちゃんのことを思い出します。あるいは私が本当に大事にしていたお人形をくれた園子さんというお姉さん、あるいはよくからかって私を泣かせた正雄さんというお兄さん、おじさんおばさん、全員がどんな思いで焼け死んでっただろうか。戦争というのはこう今のマスメディアで見ると国と国の関係ばっかり心配してます。ロシアがどうするか、中国がどうするか、北朝鮮にどうする、それはもちろん大事な問題でして、これからの私たちの生活に大きな影響を与えるかもしれない。でもその中にあるのはいつもこういう一人一人の何でもない普通の人が命を奪われてったっていうこと、それが未だに繰り返されているということで自分の不甲斐なさも感じますけれども、これをなくしていかなくちゃいけないと思っています。キリスト教では今受難週という特別の週です。これはキリスト教にとってやっぱりキリスト教ってとっても変わった宗教だなって思うんですけれど。